こんにちは、ペガちゃんです。イナズマイレブンゴーストライカーズ2013やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。前回の動画もね、非常に多くのさせていただいて本当にありがとうございます。やっぱサムネ頑張ったからなのかな。うん、でもそのサムネもう一回見てみてください。なんか意識おかしくないですか。あの肩の上になんか変な肌あるんですよ。うん、雑でごめん。はい、今回なんですけども、こちらがですね、ライボン、そして対戦相手がですね、エイリア、これでやっていきたいと思います。はい、ということでフォーメーションこんな感じでいきたいと思います。今回なんですけども、もしライモンからエンドが抜けていたらエイリア学園に勝てたのか、こちらをねやっていきたいと思います。よろしくお願いします。エンドなんですけども、脅威の侵略者編でヨカト中にジェネシスがやってきてライモンボロボロにされました。で、それで風丸が怪我をしてチームを離脱しました。で、あと、国松も離脱しましたよね。で、あと、ヒロトの裏切りってのもあって、遠藤は病んでしまいました。もう病みすぎてチームから外れる寸前まで行きましたよね。で、その後ね、ライモンが福岡を旅立つ直前に、まあ、立ち向かいが魔神図反動を成功させたことを見て、元気を取り戻したみたいな。そういうストーリーがありました。ただ、本当に遠藤が元気を取り戻すの、マジで寸前だったと思うんですよ。なので、遠藤がチームから外れてても全然おかしくはなかったんですよ。なので、今回は遠藤がチームから外れていたらどうなっていたのか、ということでね、やっていきたいと思います。ちなみにね、まあ、遠藤が外れていたら、まあ、吹雪は覚醒してないだろうし、まあ、立ち向かいも無限図反動覚えてないだろうし、っていう、まあ、影響いろいろ多分出てくると思うんですけども、なんかそれ考えてたらさ、結構難しいなと思ったので、今回その遠藤が抜けたことで起こりうる影響、そういうの一回度外視して単純にチームからエンドを外してやっていくと、そういう感じで、ね、今回やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあやっていきましょう。まあね、俺個人的にはね、正直エンドがこのジェネシス戦の時に抜けてもそんなに影響はないんじゃないかと思ってるんだよ。だってキーパーじゃないもん、一フィールドプレイヤーだもん。一フィールドプレイヤーが抜けたことによってどれだけ影響があるかっていうと、多分キーパーとしてのエンドが抜けた時よりは影響は少ないんじゃないかと思っております。さあこれ甘いな言うてます。これ軌道そろそろ溜まりますよね。さあこれ軌道が、ではあの稲妻ブレイクが打てなくなってるんで、脅威の侵略者編でめちゃめちゃ見たこの技を打ちたいと思います。マジでツインブースト山ほど落ちたよなこれな。時空の壁、そう今回ね、キーパーネロでございます。ネロキーパーでなかなかなかったの今までね。さあこれメガネ、そう遠藤の位置にそのまま入ったのはメガネでございます。バーンですね。これバーンまずいか、バーンはまずいんじゃないかな。え、これバーンじゃねえな、あバーンか。ファイヤーブリザード、これ無限ザハンド大丈夫かな、多分ダメだと思う。無限ザハンド、したたたたたたん、ドバババババババンバーン、はい、やられましたね。ざまあねえな、やられてきました。さあこっちもじゃあファイヤーブリザードを打ってくるならよ、打ってくるならこっちも似たような技で、はい似たような技でいきます。こっちもうわあ、黒ファイ、黒ファイで、よしオッケー、時空の壁破っていく。君も風になりなよ。あ、皆さんあの、最近寒いんで、風に気をつけてください。その風じゃねえよっていうね。さて、1対1同点です。あのね、ここまで戦ってと思うのは、エンドが抜けた影響はそこまで感じません。だってエンドってそもそも守備力ゼロだし、って考えたら、うん、リベロのエンドは抜けてもそんな影響ない。ただキーパーだったらほんとやばいかもね。おっと、これはバーンがまた来ている。バーン属性がね、ちょっとやばいんだよな。オッケー、ナイスキャッチ。さてさてさて。ただこっちで、ね、多分クロスファイヤー以外に得点手段がねえんだ。ちょっと繋いブーストいこう。超ロングシュートで。さあ超ロングシュート繋いブースト、
フロッキオンネットで懐かしい。なんかマジで3年ぶりぐらい見たよこの技。さあこれスーパーノヴァかな。スパノバスパノバ、あの曲好き、スパノバはい、どうでしょう。無限ザッオーケー、クーちゃんこれ、行こう。一つ割りたい、一つメガネ割ろう。行きます。メガネクラッシュ、行くぞ。はい、メガネクラッシュ、自分のメガネを犠牲にして。もう一瞬破ったかと思ったもう、まあ、破るわけねえか、あんな技で。これちょっと、おお、ナイス。これちょっと点取りたいね。さあ、ゴーエンジエイリアバシーを見せつけて。あー、マジか。アフロディが殺された技だ。これザッタは、あ、違うわ。よし、パーフェクトタワー、素晴らしい。さあ、吹雪行こうか。あー、待って、デザームさんにやられた。デザーム様、オサーム様にやられた。オサームにやられた。しかしながら、これウルフレジェンドであえて行ってみよう。ウルフレジェンド、これは時空の壁。よし、ウルフレジェンド強い。あ、TP ないぞ。しかも、お、君も風になりなよ。君も風になりなよ。これちょっと待って、待って、今 TP ないよね。 TP がないのが分かってしまった。あ、チャンスですわ、チャンスですわ、チャンス、チャンス、チャンス、オッケー。ボルケイノカット、なんか適当にシュート。3点目、3点目、3点目、3点目。あ、超ロングシュート。はい、さあ、津波ブースト、これ超ロングシュートで決まっちゃうんじゃない。溜まっとるんかい。これはダメ、見るまでもない、見るまでもないですね。でも待って待って、もしやメガネクラッシュでゴールできるチャンスではネロからジェネシスのゴールキーパーからメガネを割るだけでゴールができる、そのチャンスです。今メガネクラッシュ、行くぞ。さあ、メガネ2度目シュートシーンなんてしないよ。これいったんじゃない、ワンチャン。まさかの、彼は無力、メガネを割るだけ。前半終了ですね。はい、いやー、ちょっとメガネでゴールできるんじゃないかというチャンスではあったけども、まあ、うん、これワンチャンあるな、マジで。普通に遠藤いなくても勝てるぞ。遠藤がいなくなったことによって、まあ、ジ・アース、あとデスゾーン2、まあ、この2つの強力な技が打てなくなるってぐらいしか影響がないんだよね。さあ、ちょっと待ってよ。これちょっと行くか。ちょっと、また TP ないよね、絶対。絶対ないよね、絶対ないよね。ありませんよね、彼。ないよね。ってことはワンチャンあるんじゃない？あー、はいはい、シュートを打たせるまでもないと。じゃあちょっと吹雪行こう。ここで3点目取れればでかいよ。あ、オッケー、今いいドリブル。さあ、クロスファイヤー、これ多分もう決まったね。うん、ほい、よし、オッケー。あ、TP 回復しとる。そっか、ハーフタイム行ったからか。吹雪ハットトリック覚醒した吹雪ハットトリック。さあ、3対1です。さあ、バーンはダメだね。バーンはダメです。ああ、これ離れてるけどどうなんでしょうか。ダメかな。止めて
無限ザハンダー、スタタタタタタン、ドバババババーン、おオッケー、離れてたからよかったんだ、あ、よかったよかったよかった。あ、ちょっと待って、これもしや、もしや、ちょっと待って、これもしやスペースペンギンでは、おお、久々にスーパーローン、そうだけどさ、なんかジェネシスってゴール爆発させるの好きだよね。無限ザハンダー、オッケー、多分ね、ファイアーブリザード以外は止めれるんだわ。なんか音村拓哉みたいなこと言ってるよ、音村ひとみ子、おい、ちょっとゴーエンジさんが何もしなさすぎだと思う。クロスファイヤーで吹雪のお膳立てしてるだけ。ちょっとゴーエンジ自らの力も行きましょう。爆熱ストーブ。爆熱ストーブ。かっこいい技なんだけどね。やった。素晴らしい。4対1。よし、これはもう、勝ち申した。はい、あざしたと、言ったところですね、これはもう。もう勝利を確信しているテレペガでございます。待って、これはノーザン？ノーザンじゃない？ノーザン。This is ノーザンじゃない？ノーザンインパクト。シュートブロック入りません、無限ザハンド。これも無限ザハンドの信頼感高いな。無限ザハンド。オーケー、素晴らしい。さあ、これはもう勝ったのでは。待って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 、まずいよこれ。え、ちょっと待って、今のヒロト謎すぎて、なんか俺の頭ぐちゃぐちゃだったんだけど。あー、流星ブレードだ。流星ブレード、これどうなんだろう。でもレベル2だから多分大丈夫でしょ。まあまあ一応無限ザハンドでこれ止めて勝ちで。無限ザハンド、スタタタタタン、ドバババババブーン、勝った、ありがとうございます。よし、いやもう勝利ですよ。遠藤抜きでも勝てるんです。うん、まあでもね、うん、まあ、勝利しましたけどさ、もうそんなこと今どうでもいいんだよね。あのヒロトの行動が謎すぎて、一体なんであんなことをしたのか、それ考えて俺今日寝れないかもしんない。